ドルータピンスカイパーフェクトラジオ、こんばんは、河原です。岡村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、予告が公開されてましたね。D マガですね、うん、椿ファクトリー、はい、DVD マガジンボリューム22の話ですね。そうですね、 DVD マガジン。いいよそれって DVD でね、はい、DVD の、いいよ22ということでね。言ったやったから21とね、同じ、はい、あ、そうか、流れのね、はい、はいはいはい、を組んだやつですけどね。そうですよね、うん、それこそいくつばのスタジオで、そうですね、あ、撮影させていただきましたね、はいはい、なので、まあほぼほぼ、うん、いくつばみたいな、まあことをさせてもらいましたんで、はいはいはい、確かに、はい、ね、ぜひぜひお買い求めいただければ、いや本当ですよ、思いますよ本当に。コンサート会場ツアーとかの物販とかでも売ってるみたいなんで、この間発表された、うん、秋ツアーの物販一覧のところにありましたから。そうですね、はい、はい、フォーマルハウトの、フォーマルハウトですね、ツバキフォーマルハウトハウトの、税込み3000円かな。そうですよね、結構お手頃な価格ですねっていう意見もちらほら、あ、本当ですか、他のグループに比べたらちょっと安いですねっていう。あ、そうなんですね、はい、あ、確かにボリュームが、その尺が73分とか、そうですね、2枚組とかじゃないですか、ないですけど、うん、もう1枚に入るギリギリまで詰め込んだ、いや、ほんまここれぞ、ここぞとばかりに詰め込んだ1枚になっておりますね、はい、1枚になっておりますんで、まあ、どんなことしたかというと、はい、1時間でね、はい、クイズ5問連続正解できるかっていうのを、そうですね、5問連続正解するまでのチャレンジをやって、ね、で失敗するとまた1からやり直しという、うん、でその度に罰ゲームがありますよっていう、まあ、いわゆるデスゲームですよね。まあそうですね、なんかちょっとやりたいねって話をね、デスゲームを、アイドルこそデスゲームをやるべきなんじゃないかっていう説があるじゃないですか。本当にね、まあ、あと、うん、まあ、単純にやっぱライアーゲームとかってさ、うん、なんかテンション上がるよね、やっぱ一番あるぞ、ああいう、もう本当はだっていくつばのスタジオじゃなくて船の中でやりたかったほんまよ、ね、で本当ね、許されるなら、はい、もう山本太郎も呼びたかったお疲れさんの人ね深いですね、そうそうそう、やりたかったですけどもカードじゃんけんの、ね、はい、シャッフルやーシャッフルやーのね、そうそう時ね、そう、ちょっと話あるけど、はい、そのカイジが、はいはい、金曜ロードショーかな、なんか地上波で放送された時に、はい、なんかまあほんまに2時間の枠に収めなあかんから、うん、あ、ちょっと編集されてちょっと編集されて、 ありますよね、それ、そうそうそう、はい、なんか、うん、ほんまにこうそのカードじゃんけんの、はい、あそこの部分がちょっとずつカットされて、はい、で、なんか急に山本太郎が、はい、シャッフルやーって言い出して、突然の展開、突然、なんでなんでみたいな。大丈夫、そうそう、本筋損ねてるけど大丈夫、その編集の仕方みたいなのになったのすごい僕覚えてますね。いやそれで初めて見たんやけ ど、 なるほど、いやこれちゃんとなんか見なあかんなと思ってフルで、ね、あれ面白い映画ですよね。そう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 、なんでぜひね、なんかまあさっきちょっと編集してくれた岡本くんに確認したら、うん、まあほぼほぼね感触でもまあちょっと切ってるけど、はいはい、まあカイジほどは切られてない、あ、なるほど、と、うん、割と起こったことがありのまま入ってるっていう、確かに DVD になってるそうなんで、制限時間60分以内に5問連続正解せよなんで、うん、その60分がねたっぷり詰め込まれていますんで、まあであれもだから問題よね、うん、だから椿ファクトリークイズ、ね、はいはいはい、をねもうたくさん作りましたから、本当にあんなに、あれちょっと僕だけかもしれないですけど、うん、なんかやりたいことできたなって感じはすごい、ああ、まあ確かにちょっとあって、いやいや分かるよ、なんというか、うんうん、スタジオショーとしてこれ面白いんじゃないかなって思ってたことが割と、うん、できたできたできたんじゃないかなって感じあるじゃないですか、だから本当見てほしいなって思って、見てほしいなと思いますし、うん、まあ、それはそのデスゲームとかそういうの抜きにして、ね、うん、抜きにして、ね、なんか椿ファクトリーの、うん、良さというか、そう、あとね、うん、このクイズを作るためにね、もう本当死ぬほどブログ読み返したんで、はい、いや大変でしたね、本当ね、それもね、そういうのもね、ちょっと感じながら見てもらえると、いろんなメンバーさんのもう誰もアクセスしてないであろうブログをねたくさん読んでそうですね、なんでそちらもね、うん、ぜひぜひ注目していただいて、ね、うん、まあもしかしたらこの D マガを見たら、はい、
なんか昔のブログ読み返したくなるっていうのもあるかもしれないですね。そうですね。確かに。はいはい、あ、この子前はこんなことを言ってたんだとか。そう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 。確かにね。なんで、ぜひね、ブログもね、うん、あ、無料で読めますんでね、確かにね、うん。いや、ブログはもうおすすめですよ。そうおすすめとか、まあ、それはこれ聞いてる人はみんな読んでるんでしょうけど。うん、でもなんか読み返すっていうのは、ね。確かに、うん。でも、過去のブログを目にした時の今のメンバーの反応とかってすごいいいじゃないですか。あ、確かに。そう。なんかこう、うん、あ、こんなこと私書いてたっけとか。うん、わかるよ。こんなんやってたみたいな。そう。写真をパーンって出ても、これ誰のブログの写真なんみたいな。うん、とかは、そう。意外と覚えてなかったりとかね。そう。覚えて、逆もしかりですけど。うん、まあ、初めてのブログクイズみたいなのは、うん。まあ、あれはね。あれは、まあ、うん、まあ、なんか言うたらちょっと思いつくやんか。まあね。うん。でも、あの、ブログの、このサムネ、うん、誰のブログでしょうのクイズを、は、ちょっとね、やったった感あるな。うん、なんか確かにね、誰やってなって、そう。まあそうかもしれないですね、確かに。あれはまあ結構面白いなと。あと、ね、岡村がやってくれたその合成、ね、あ、顔合成ね。顔合成ね。まああれはちょっと意図通りちゃんとなんかうまくいったんじゃないかなっていう。盛り上がりましたね。まあ、CM にも入ってるけど。うん、そうですね、うん。ちょっとそこもね、うん。本人が楽しいじゃないですか。そう。やっぱり自分の顔かもと思って見る確かに画像ってなんかめっちゃいいですよね。そう、あっこめちゃくちゃ盛り上がったんで、うん、ぜひ注目していただいて、まだ見てない方はぜひね。あの、E ラインナップモールでね。ああね。オンラインストアの方も買えますし。お買い求めいただけるということなんですけど。はい、ということなんでね。でも、あの、ちょっと、追加すると、うん、あれ、ちょっと、あのノリを、ちょっとやれんだろう、葛西のちょっと着想にもつながってる感じありますね。ああ、まあ確かにね。あるある。それはわかるよ。あそこで葛西さんと喋ってたのが、なんかこう、タイムリミットを設けるってすごいいいねっていう。そう。アイドルと企画として、うん、なんかこれ本当に相性がいいじゃないですか、すごく。あ、そう。制限時間と商品な。うん、と、あと罰ね。うん。やっぱこの、ここって意外とこう、ね、企画の練りようがすごいあるなっていうことに気づいて、そう、ちょっとそれがちょっと、まあやれんだろうかさ、そんなタイムリミット感を、うん、ちょっと出す演出とか編集にはしてなかったですけど、うんうん、まあ実際あれ現場の熱っていうのはやっぱ割とああいうので持ったっていうか、そう。あれ、うん、あんまりこう放送には載ってなかったけど、そのタイムリミットがね。意外と結構渋谷にやってて。刻一刻との中でみんなやってたんで。なんでね。あれはね、良かったですね。そう。閉まるねっていう感じは。確かにそうですね。だからやっぱデスゲームフォーマットって。うん、やっぱ、いや、だからもうほんまにそうですね。うん、もうこれまでのね、いくつばも毎回デスゲームやってればよかったのにと思ったぐらい。いや、ほんまよ。もう。なぜか毎週デスゲームをさせられるアイドルっていう、はい、だからね、緑のジャージ着てもらってね、そうですね、イカゲーム的なね、そう番号書いてもらってね、書いてもらって、で実は最初の部屋に全部のゲームが書かれてるっていうね、そういうあのオチもあるかもしれないですね、そうね、本当に、ここからちょっとあの、ええ、今から言うボケは、はい、あのイカゲームを見てない人にとってはちょっとあれかもしれないんで、うん、飛ばしてほしいんですけど、いやそんな前置きあるかい、こっちがフォローするわいな。一番ってね、一番の人がね、はい、実はね、はい、あの、主催者やったっていう、ね。いや、そのおじいちゃんね。いや、あの、よぼよぼのね、うん、おじいちゃんね、もう嫁いくばくかなんだ、みたいな、おじいちゃんね。あの人がね。あの、危機としてあの、だるまさんが転んだり参加してたおじいちゃんがね、そう実は最後、黒幕だったみたいな。うん、っていう、うん。はい、ここまでね。あと、イビョンホンさんも出てましたけどね。はい。あ、ごめんなさい。今、はい、ここが、はい、あの、イカゲーム見てない人がね、戻ってくるところなんで。うん、確かに、はい、今から見る方のやつ申し訳ないことをしてしまった。はい、ししったんで、はい、このね、30秒間ぐらい飛ばした。そうですね。の後で、はい、ね、はい。なるほどね。何の配慮やね、これ。誰への配慮やね。そんなあるかいの、そんな今、ここで怒ってくる人。あと、サニコ。そうですね。サニココーナーもね。オフショットね。はい。はい、サニコさん。無理やり追加しました。いや、無理やりって言うなよ。いやでもあのあれですよ、その加入5周年でしたっけ。そうですね、サニコ加入5周年。もう5周年ですか。ああ、はい、そうですね、はい、なんかあの寄せ書きのところでもらう、うん、あそこのトークも良かったですね。ああ、良かったです、ね、すごいなんか、うん、あのみんなが書いてる内容とかはちょっとあんまり出してないと思うんですけど、うん、そこでこうあの3人のリアクション、うん、あれトーク面白くなってるんでよかったら見てほしいですね、はい、本当にぜひぜひ見てほしいなと思います、はい、というところで、はい、はい、いや本当見てほしいです。本当に、ね、もう何回も言います、もう何回も言います、結構面白いと思います、はい、もうね本当にね、はい、マジでこれは本当に面白いんで、うん、そう、ちょっといつもよりも面白いと思う。もう言っちゃうと、もう言っちゃうと、言っちゃうと、うん、ほんまになんか、うん、特にいくつば好きな人とかは、まあ、あれが1時間見れるって感じは、そうなんか詰め込めたんじゃないですか。すごい、まあいくつばね、なかなかこう DVD にするのが難しくなってますけど、はい、うん、
これはね DVD としてちゃんと、うん、現役に近いものがこう、うん、出せたんじゃないかって思ってるんで持ってるも持てるものになるので買おうか迷ってる人はぜひ買ってもらって本当に見てください、はい、一生懸命作ったんで、はい、なんで、はい、ぜひ、うん、お買い求めくださいよろしく、はい、概要欄に書いてます概要欄ね、はいはい、いいラインナップモールですね、はい、いいラインナップモールで、はい、はい、やってください迷ってる方ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。